こんにちは。こんにちは。ひょんちゃんです。やっぱんです。はい。今回の動画はですよね。はい。私たちが日韓夫婦ですよね。そうですよ。はい、あの噂は分かる。韓国、うん、やっぱんの韓国語がめちゃくちゃうまいって。どこでそんな噂？そのコメントで見たよ。コメントに噂ってなんで？そう、なんか読んだことあるよ。あんの？みんなガーって抱えて、うまいらしいぞ。そうそう。だからやっぱんのこういう韓国語の実力をちょっと見たいんですよ。やだよ。なんで？なんかその噂のまましといて。あ、そう、いやいやいや。なんかもうはっきりさせたくないんですよ。今日の動画ははっきりさせたい。はっきりしたいんですよ。グレーにしときたいな、俺は。うまいらしいよ、どうやら。よく知らないけどさ、ぐらいにしときたい。で、私たち、そうそう。私たちが付き合った時は、うん、もう私たちが韓国語だけで喋ったんですよ。そう、これしかなかったからさ。まあね、うん。でも私が日本に来てて、私が日本語を勉強を始まって、どんどんやっぱんが韓国語をもう使わないんですよね。まあひょんちゃんの勉強のためにね、日本語で喋ってたよ、俺は。お、そうなんだ。そうそうそう、優しいね。ありがとう。もうそれしなくていいよ。もういやいや、まだまだだよ。全然まだまだ。それ全然まだまだですけど、今日はやっぱんの韓国語の実力をちょっと皆さんに見せようかなと思って。何するか知らないけどさ。テストとかはしないよ、私。あ、だから何こう書いたりするんじゃないの。いや、そういう何点取れたとか面白くないわ、あれはね。会話があってさ、うん、なんか日常会話とかもたくさんあるけど、仕事の会話とかもいろんなね。ビジネスレベルではないね、これは。そうですよね、うんうん、もう私も同じだよ。日本語のビジネスレベルじゃないよ。いきなりそれ、うん、韓国の企業に行って働いてきてくれとかはちょっと無理だよ、ね、そこの難しいまではいかない。そこはやらない、うん、そこまでいかない。潜入しろとかない、うん、そう実力を見せたいの、うん、あのコンテンツは、はい、韓国で今流行ってる SNS で、うん、ヘッグインスタ。ヘッグインスタって何ですか？なんか韓国語の何語ですか？インスタは、うん、インスタ、アウサー。あ、そうだ、アウサイド、インサイド。あれ、イケてるやつみたいなことだよね、インスタは。ヘッグは何？ヘッグはめちゃな感じかな。若い者たちが使うの言葉なんですけど。スラングみたいな。それですよね。あの、もう人気者になりたい方ら、あれ作ってねって、あのレシピがあったよ。うん。あれをね、やっぱり私が、韓国の料理語をね、料理の用語、で説明したら、うん、やっぱがちゃんと理解してて、のそういう料理をちゃんと作るか、なるほど、作らないかの、あれがちょっと見たいんですよね。だ、私はその作り方知らないから、うん、あんたが教えてくれて、韓国語で、そう、でそれを私が聞いて、その通り作れるかってことね、うん、その通りです。いいじゃない。私料理は好きですから。そうですよね、はいはいはい、でも情報がないから、ちょっとどんね、うん、それ何作るか知らないけど、そうそうそう、はい、で、うん、今から作ってみましょうか。材料とかあんの？冷蔵庫あります。今冷蔵庫ある、入って、あれできる、できる、うん、簡単です。うん、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。이레시피는간장감자떡이에요간장감자떡응떡입니까감자떡뭐이런남아인이라이런이름인데요첫번째로껍질벗긴삶은감자5개준비해주세요저기요듣고있나요안닿대 껍질벗긴삶은감자5개 아니 아니저기요뭐가있대 껍질벗긴껍질떡떡볶이삶은감자다섯개다섯개어감자죠또이래서미니감자しかないけど괜찮아これじゃ1,2,3,4,5,7 これ7全部作る。これ작으니까그거다쓰면되겠다本当は今5って言ってました。저기요지금1번어인데요다섯개라고하셨죠네근데이거작은거니까응7개사용할게요네네그래요なんかポッキンして、うん、サインするってことだね。うん、ポッキンってじゃあ取るってことかな。おそらく皮を剥いたじゃがいもを茹でてくださいって言ってたと思うんで、皮を剥いてじゃがいも茹でていきますと。제가한말을완전하게이해한건가요？いや、なんとなくちょっとずつしかわかんない。おお。でもなんかポッキンが取るとかいう単語だから。うん。皮を剥いたってことかな。茹でたじゃがいもを午後準備してくれって言ってたんで、うん、今茹でます。おお。どれぐらい茹でるのかな。
こうちゃんと茹でてください。ちゃんと、うん、柔らかくなる前。그렇죠。감자가준비가됐나요？네。나니소나도。그러면밀가루를5큰술넣어주세요。밀가루와고음가타클리코でございます。수통나나니수통그냥5큰술이라고써있어。큰술。큰술。응。大さじですね。ここはちょっと多いかな。ね、じゃがいもの量が合わないから、ね、これで終わり。とりあえず今の本当は5杯って言ってた。うん。2で？ね、뜨거운감자는뜨거운상태에서、밀가루랑함께으깨주며손으로쫀득하게반죽하세요。熱いじゃがいもを、手で潰せって。そうだよ。熱いから嫌だよ。そうそう。マッシャーでいいです。おお、いいよ。手で潰せっていう恐ろしい指示があって。とりあえずマッシャーで潰します。うん。で？で、한입먹기좋게、둥글게모양을、잡아주세요。ああ、今のは分かった。一口で食べれるように、丸く、形を作れと。おお。なんとなく分かってきたよ。料理自体は。ええー。やっぱり、料理が好きな人だから、なんとか早く納得できるかな。そうだね、これは丸く形、丸く？そうだよ。で手で潰せって言ってたから、完全に潰しちゃいけないのかもしれない。そう思うよ。ちょっと形残すぐらいかな。完全に潰して。完全に潰すの？うん。触れる。触れる？触れるぐらいになった。高くちゃな？大丈夫。うん、ちょっと温かいぐらい。こんな感じになりましたよ。うん。で、これを丸くしろと。そう。한입먹기좋은크기로둥글게모양을 잡아주세요。一口で食べれる分にちょうどいいぐらいで丸くしろと。거기서、잠깐만、스톱、그반죽속에모짜렐라치즈를넣어주세요。この中に？そう。丸の中に？どんな感じでやったらモッツァレラチーズを入れるの？あはん。あはん。チーズね。これの中に入れるのかな。こういうこと。はい。どん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 作ってください。근데그둥근게그렇게둥근것보다약간좀평평하게둥글었으면좋겠어。평평하게。평평하게。다이라니그런뜻으로가나。天才じゃないの？本当。평평해해でちょっとだから。こういう感じかな？そうだよ。これが今のへへインスタでしょ？その通りです。제가ね。よい。うん。자주하잖아。그렇죠。근데그집에서먹그냥들이서먹는거니까간단하게그렇죠대충대충하는거많아그래서이렇게시간걸리는거조금씩레시피보면서해야되는거하는게재밌어아그래잘됐네지금그렇게하니까뭔데맨날하기싫어이런거 그치이런거는뭔가새깍구やってみようかな感じだっすよね재밌게하는게좋아そうですよね。めんなの話。めんなはちょっと大変だね。これ写して。これ何ですか？私が、ヘッインさんのために育てているハーブ。もうすぐ死んじゃうと思うよ。なんでよ。いつもそうじゃん。そんなことね。これを育てることでヘッインさんになれるわけ。この料理作ったより、これを育てるのがヘッインさんになること、そうだよ。기름을듬뿍들은팬에감자를올려서붙지않도록올려주세요오그럼이랬다팬은프라이팬의것ですよ프라이팬に油を多めに引いて そうですよ その上にこれで焼くと もう簡単じゃんそれで終わりなんですかちょっと待ってください私がなんでこう近づいてるかこれが必要だじゃん多めに入れろって言ってた、油を揚げるぐらいの感じっていうことかな。カリカリにするの。普通のサラダ油でいいんですかね。ごま油。そうですよね。いきますよ。はい。じゃあ、감자떡이살짝노릇해지면간장두스푼。ああ、ソース作るのかな。みりん。あ、ちょっと待ってください。はい。何スプーンですか。ただ2スプーンって。ただのスプーン。うん。親切じゃないレシピですね。そうですよね。なんかインスタグラムに載せたのレシピだからそこまで親切はないと思うんですよ。量的に考えて、ちょっとちっちゃいスプーン3杯。みりん。1.5 スプーン。みりん 1.5 杯。설탕2スプーン。砂糖を。
ムールとスプーン。ムールとスプーン。見て、こっち先移してもらって。おーおーおお、いい感じです。そうですよね。で、お水を2杯。うん。サックンソースを붓고졸여주세요。はい。サックンソースを붓고졸여주세요。サックンソースって何？これか。これのことか。これを、その問題で、この中に入れるのかな？もう一回教えてくれますか？サックンソースを붓고졸여주세요。このままだな。ダイレクトだな。いきます。ちょっと味見します。OK、うまい。いくぜ。はい。오이오토네사이고감자떡이간장소스를쥬악빨아들이면골잖아요사기가쳤다가짭조름달달담백한감자간장감자떡완성오완성장고래고래좀더하게오늘미미스미테아지스케츠츠치더라광세잖아요무쩌맛소죠이건지드셔これじゃない？うん、完成です。OK、完成？完成です。あ、うまそう。びっくりした。やっぱヘイギンさんになったね。もう慣れたの？そう。このレシピの写真と一緒だね。写真通りできた。うん。おそう。どうだった？簡単。簡単だし、韓国語でやってみたじゃん。韓国語じゃちょっとね、うん、聞いたことない単語とかたくさんあったけど、うん、なんとなくわかる。おお、だから、やっぱの韓国の実力はまだいけそうだな。まだいけそう。それじゃあ、このインスタ、これだ、これなんじゃって、간장감자떡。간장감자떡。うん。먹으면서、마지막、인사할까요？여기서먹어보세요、한번。よ、ここで？ね、그냥。めっちゃ熱いんじゃん、これ。ちょっと、ふうふうして。ふうふうしながら。そうそう。はい。はい。じゃあ、一緒に行こう。안녕미야뭐그래도오늘